結論から言うとオタクチャンネル。ワールドトリガー、ワケラの出身地に対するみんなの反応集。よし、発表していけ。クエスチョン、鈴なり第一のスカウト組の出身地が知りたいです。アンサー、コンちゃん、千葉県。大地、高知県。こう、愛媛県、だったと思います。これは、つまり、帝氏の所在権が絞られたということやね。ガンダムが愛媛、つまり、みかんが名産の帝氏は静岡？長崎かもよ。別に道県内からスカウトしないってこともないやろ。確定情報、県、みかんが名産、雪が珍しい、方言はない。アニメ情報、新幹線が近くに通ってる、作中で出てくる高速線名が、新都自動車道と新自動車道。まあ、地理的には静岡か、神奈川あたりなんやろなって話。ちなみに街並みモデルは調布市、プラス狛江市、これは FC 東京コラボしてるので確定。雪が降らない、北が緑川たちの分校があるような山奥、美大まで1時間、北東から南東にかけて細長いし。上流で二股に分かれた大きめの川が一本。静岡プラス愛知プラス長野くらいのイメージ。帝氏は神奈川あたりでほぼ確定じゃん。で、状況証拠が挙げられてるのをアートリレスで見た気がするんだが忘れた。岡山説とかなかったっけ？芦原先生岡山育ちで、実際に帝って地名があるとかで、玉川プラス狛江で玉駒って説は見た。出身地のおかげで、ワートリの世界には帝氏の他に大阪、京都、兵庫、九州、北海道、千葉、愛媛、高知、カナダ、越後製菓なんかが実在することが分かったぞ。他にもなんかあった気がするけど、手元で確認できるものがない。でも日本地図が徐々に埋まっていってる。ワートリ屈指の面白キャラ。なお京都出身。北海道出身だと確定しているのは国近の母。国近の母親が北海道出身であり、実家から石狩鍋セット、ウニ、カニ、イクラなどが送られてくるので、それをみんなで食べるとのこと。ワールドトリガー25巻。おまけで試験中に各隊が作ったご飯が紹介されているが、柿崎隊、藤丸ののハンバーグ定食が、左奥お味噌汁配置だったので、西日本配置。作者は東京都出身、岡山県育ちだそうなので、と思ったが、他の部隊の見たら、そうでもなかった。単に絵面のバリエーションか、数名のキャラクターの出身地が判明するだけで、こんなに楽しい時間が訪れるなんて、ワールドトリガーはとことん、ワールドトリガーだな。ワールドトリガーに高知出身のキャラがいると、知ってからその子が出るたびに、頑張れ。頑張れ。と目で追ってしまう。このキャラクター、ワールドトリガーの錦戸亮と言われてるけどなんかわかる。しかも大阪出身。大阪弁を話す人間しかいないチームがあるから、そのチームの声優全員を関西出身者で固めたらノリまで関西になっちゃったアニメがあったなぁ。ワールドトリガーっていう、架空の都市帝氏の隣にいる、蓮延市から北三雲治より、大阪府出身で、実在の関西将棋会館に通ってた水上里氏の方が、2万倍リアルな存在ですよね。実在の建物が作中に出てきたのって、ワールドトリガーで初めて？キャラの出身地を見て、ワールドトリガーのもろもろって、日本列島で起こっている事実だったんだ。と認識した。キャラの出身地が判明するだけで、こんなにもワクワミン。まあワールドトリガーの情報なら、何でも湧いちゃうね。数名のキャラクターの出身地が、判明するだけでこんなに楽しい時間が訪れるなんて、ワールドトリガーはとことんワールドトリガーだな。